はい、どうもこんにちは。ビデオブロガーのジェット大輔でございます。ビデオブロガーというからにはね、動画データたくさんありまして、ハードディスク、ポータブルハードディスクなんかをね、いくつか買って持ち歩いていますけども、まあ、何しろ最近のね、一眼レフのムービーなんかはね、それはそれはもうでかいデータですよ。まあ、そんなんだからね、モバイルでビデオ編集して YouTube にアップロードなんてやってる方は、ポータブルハードディスク必須だと思います。はい、そこで、じゃじゃん！格薄。なんと業界最小だそうです。格薄。最近のポータブルハードディスクね、防水だったりとか、落ちた時の落下衝撃、対衝撃性があって、やや大きめのケースに入る、そんな傾向があるんですけども、こちらそういうのがない分、薄い、格薄。奥さん、薄い方が好きでしょう。よっ。USB ケーブル付属。まあ、確かに小さいわ。でも僕ね、自慢のハードディスクケースがあるんです。ものすごい小さくて薄いの。これと比べると、若干、1ミリぐらい僕の方が格薄よりも薄いです。これジャンクで買ったんですけどね、僕の自慢のすごい小型ハードディスクケースだと思ったんですが、こうやって重ねると1センチぐらい大きさが違うここに USB 端子ありますけども、 2.0 だけじゃなくて USB 3.0 も使えるそうです。僕これすごくいいなと思ったの、ここ全部ゴムです。ラバーコーティングしてあります。奥さん、格薄ゴム、ゴム張りだから滑らねえ。これぐらいまで OK か。あ、耐えてる耐えてる、すごいすごいすごい。45度ぐらいでも、あ、そこまで耐えるか。参考までにね、カラーバリエーションのモックアップも送ってもらいました。こっちは実機、こっちモックアップなんですけども、4台重ねてもこんなだよ。まあ、実際重ねちゃうとね、熱問題とかいろいろ発生するかもしんないですけど、まあでもすげえなはい、ということで業界最小サイズの格薄ハードディスクでございました。